演武開演。本日はこちら魚谷という居酒屋にやってまいりました。はい、こちらが瀬戸内さんしらすのサラダです。うわー、結構なボリュームですね。で、こちらにはドレッシングもありますので、これをかけて。いただきます。皆さんの中にほのかにしらすの甘みがある、旨味があって、そこにドレッシングがほよく絡んでとっても美味しかったです。これも期待が出ますね。続きましてはこちら、牡蠣フライ。おー、キャベツも結構山盛りですね。では、いただきます。というと、プリップリのイメージあるんですが、これはほんのりほのかにとろけていきますね。口どけが良くて、とっても美味しいです。ウニのミルクという表現がふさわしいですね。さすがです。牡蠣のバター焼きです。ではいただきます。先ほどの牡蠣フライの牡蠣はちょっとギュッととろけるような感じでした。こちらは牡蠣と聞いて想像する歯ごたえのある風味ですね。バターの旨味とうまく口の中で混ざり合ってとっても美味しいです。今回の本命牡蠣鍋、今すごく美味しそうですね。牡蠣もいい感じに見えてますし、ではお鍋を、そう、いただきます。噛み応えのある牡蠣と旨味が口の中にただしわにぶわっと広がって、お味噌がお出汁とよく合っています。お野菜にもしっかりお出汁が染み込んでいてとても美味しいです。温まりますね、この時期には。デザート、長崎スカスのチョコホイップだけ、チョコだけじゃなくてチョコソースみたいなのも入ってますね。美味しそうです。ではいただきます。カステラはふわふわで、上に乗ってるホイップクリームはさっぱり、チョコは濃厚、イチゴは味、ソースは甘酸っぱい、チンとそれぞれが主張していて、それがうまく口の中に混ざり合ってとっても美味しかったです。牡蠣と瀬戸内の恵みを堪能できました。最後のデザートで九州も入って、いろんな多少の楽しみでとっても美味しかったです。皆さんもこの時期牡蠣で温まってみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。